日本ハムの水谷俊外野手が現役ドラフト2年目となる来季へ打倒ホークスに燃える。自身は今季の対戦打率1割6分7厘だった。王者を倒すため、今オフは新たにトレーニングの一環としてピラティスを導入する方向で、身体、技術の両面で成長を遂げる。水谷はチームとしても、個人としても古巣にリベンジするつもりだ。現役ドラフト加入から2年目となる来季を見据え、静かに闘志を燃やしている。来年、チームとしてもそうだけど、個人的にも年間通してホークスのプチキラーぐらいの見られ方はしたい。ホークス戦でこれだけ打てないと個人の数字も傾く。気持ちの部分でもあると思うので、どう盛り返せるかという感じ。さらなる成長に向け、今オフはトレーニングの一環としてピラティスを導入する方向。ずっとやりたいと思っていた。体をどうコントロールするかにフォーカスしてやりたいと、動きの再現性を高めるために取り組むつもりだ。今後に指導を受けられる外部施設を探す予定で、怪我予防にもなると話した。新庄監督の来季続投も正式に決まり、リーグ優勝と日本一を目指す戦いに向け。31日には、エスコンフィールドでの秋季キャンプに備えて北海道に戻る。今年に作った引き出しをいかに使えるかと考えている。来年は本当に勝負の1年と語った。